ルイビンスク航空専門学校ルイビンスクは、ロシア連邦やロスラブリ州の都市。人口は21万7500人。ボルガ川とシェクスナ川の合流地点、モスクワの北北東、約2 5 0トルに位置する。1820年代のルイビンスクを描いた、駅員港にあった湯ガ修道院。ルイビンスク湖建設で水没したルイビンスクは、 ボルガ川沿いで最も古くから人が住んでいた地点の一つであり、1071年にはすでにここに集落があったことが記録されている。もともとウスチシェクスナと呼ばれていた。1504年にはルイブナやスロボダという名で記録に残る。17世紀以降、海運、通称によって発展し、ボルガ川上流域の交易の中心として繁栄した。 17世紀にはいくつもの教会が建設されたが、そのうちの一つは今日まで残っている。1777年に、エカテリーナ2世は、ルイブナやスロボダを都市とし、行政権を与えて、ルイビンスクと名付けた。1946年に、ソビエト作家同盟の創立メンバーの一人、アレクサンドル・シチェルバコフにちなんでシチェルバコフと、解消、さらに1984年に、 旧ソビエト連邦共産党書記長、ユーリ・アンドロポフを記念してアンドロポフと解消されたが、1989年に町の名は再びルイビンスクに戻された。最も重要な産業は航空機用エンジンの製造と水力発電である。専門家らはルイビンスク貯水池を作る巨大なルイビンスクダムの決壊、それに伴う町の洪水の恐れを指摘している。 ありがとうございます。